ウェイクフィールドはイングランド北部ウェストヨークシャーのシティであるシティオブウェイクフィールドの中心エリア2001年の人口は76,886人バラ戦争の戦いの舞台となり市民革命では応答派の取りが築かれたウェイクフィールドは市場都市として羊毛産業の中心地として内陸港として発展した18世紀ウェイクフィールドは トウモロコシ、石炭、繊維の貿易で発展し続け、1888年に、サクソン人に由来する、教区協会が聖堂と認められた。リーズブラッドフォード空港は、ウェイクフィールドの中心部から約3 1トル離れたエイドにある、国際空港。ウェイクフィールドトリニティは現在スーパーリーグで、プレーしている、プロラグビーリーグクラブである。 1873年に創設されたクラブは1895年にラグビーフットボール連合が分裂した北部ラグビーフットボール連合の創設クラブの一つである。本拠地はベルビュースタジアム。いくつかの地元のチームがイギリスアマチュアラグビーリーグ協会の異なるリーグでプレーしている。ラグビーユニオンはサンダルルファックでプレーされている。 1901年から2004年までは、カレッジグローブで、ウェイクフィールド RFC によってプレーされていた。ウェイクフィールドには一時サッカーチームの m d FC があり、ベルビューでプレーしていた。カレッジグローブにグラウンドを移し、一時的にオセットタウンと共用していたが、2014年6月に解散した。m d FC は2002年に、ウェーフールドエンに改名し、 元のグラウンドで活動していたリザーブチームが解散した際、エミリー村とのクラブのつながりを復旧するため、エ d リー AFC が設立された。ありがとうございます。